ラッドウィール・カーソンは MLB の元外野手兼一塁種。左投げ左打。アメリカ合衆国ケンタッキー州、応援ズボロ出身。1998年、ドラフト一巡目でモントリオールエクスポズから指名を受け、プロ入り。2000年のシドニーオリンピックに野球アメリカ合衆国代表として出場し、金メダルを獲得した。 二年間の下積み生活を経て、2001年に同球団でメジャーデビューを果たした。そしてメジャー二年目の2002年には早くもレギュラーに定着。いきなり二十本塁打を放って、その素質をアピールした。2004年に三十本塁打と百死球をクリアし、典型的な長距離法という認識を受けるようになる。同年オフには日米野球にも参加した。 2005年は4月こそ打率323と出出し好調であったがその後は不振に陥ってしまった特に前年の32本塁だから11本塁だと大幅に本数を減らしてしまうなどほとんどの打撃部門で作機を下回った2006年にはテキサスレンジャーズへと移籍しチームの主軸に成長することを期待されたしかし 右肩の故障の影響もあってか思うような成績は残せず8月上旬に故障箇所の手術のために今シーズンを終えた2008年に同年オフに FA となったホセニーエンの後釜の右翼手を求めていたシアトルマリナーズへ FA 移籍同年オフに若手有望株のアダム・ジョーンズがエリック・ベダードとのトレードで放出されたこともあり性右翼手候補として期待された しかし19試合で打率、232本類打零打点ごと結果を残せず、4月30日にジェフ・クレメント、ウラディミール・バレンティンという若手有望株に選手の昇格に伴い戦力外となり、5月9日にトロントブルージェイズへ移籍した。シーズン終了後にフリーエージェントになり、2009年2月16日にボストン・レッドソックスとキャンプ招待選手として、 マイナー契約を結ぶが4月19日に現役を引退したことが明らかになった。ボールを見極める打撃スタイルで支給と三振がどちらも多い。2002年から2005年にかけての4シーズン連続で80支給以上を選び、特に2004年はな、リーグ7位の106支給を記録。一方で同期間は三振でもべてリーグワースト5位以内にランクイン。 している。また、パワーがあって30本類台以上を記録したこともあり、特に打者に有利な球場では35本類台以上も期待できるとされていた。また、フライ比率が高く2005年には約4割がフライであった。左右別では左投手の方がやや得意としており、対右打率が243に対して対左打率は262である。 守備面では、外野すべてとファーストを守れるため、こう、守るもに重宝する選手である。エクスポズ時代、チームがうまく起用すれば対戦することが期待できる。一方、うまく起用できないとダメになる可能性があるとされていた。結果的に、前述のように評価されていた時期に30本塁打、100得点、100死球等を記録した2004年をピークに以後、打率が、250、 本類がが25を超えることがなくなり、後者の結果となってしまった。ありがとうございます。